来週末、旅館予約してたんだっけ？確かかなり高級な旅館だよな。そうだよ。まあお母さんの実家なんだけどね。お父さんの還暦祝いだから、その日くらいは少し豪華にしようってことで、かなりいい部屋を取ったのよね。みんなで楽しめたらいいんだけど。じじいの還暦祝いのためにそんな高級な部屋取ったのか。金の無駄じゃないのか？え？どうしてそんな言い方するのよ。じじいって私のお父さんだよ。じじいなのは事実だろうが、そんなことのために高級旅館って一体いくらかかるんだよ。俺はそんなの出すつもりないからな。どうしても出したいなら自分の貯金から出せよ。そんな言い方しなくても、元からそのつもりではあったけどさ、私も働いてるし少しは蓄えがあるから。そんな蓄えがあるんだったらうちの実家のために使えよな。旦那の実家を優先するのが普通じゃないのか？高弘のご両親には毎年旅行をプレゼントしてるでしょ？でもうちの両親には今まで何もなかったし、還暦のお祝いくらいしたいの。文句言わずに快く参加してくれないかな。だけど、そんなの高いんじゃないの？還暦なんてどうでもいいのにさ。でも、母方の実家だし、そこまで高くはならないと思うよ。お母さんが話を通してくれてるはずだし。へえ、そうなんだ。なんで今までそんな高級旅館とつながりがあることを、うちの両親に言わなかったんだ？うちの両親だって高級旅館に泊まりたいかもしれないだろ？それは、うちと高弘の両親ってそんなに交流がなかったし、言う機会もなかったっていうか。お前は本当に言い訳ばっかりだよな。俺の両親を優先すべきなのに、自分の父親のためには旅館を取るんだから。私、一応長女だし。その予約の料金、確認しろ。今ホームページで見てたけど、かなり高額だし、こんな金額出させないぞ。ええー、そんなことまで高弘に決められなきゃいけないの？私の親の還暦祝いだし。自分で貯めてたんだから自由にさせてくれてもよくない？なんでそこまでコントロールしたいのよ。お前は本当にダメ嫁だな。夫が嫁の金を管理するのは常識だろう。勝手に使おうとしてるならなおさらだ。いいからすぐに確認しろ。こんな値段だったら即キャンセルだ。キャンセルなんてできないわよ。実家のつながりがある旅館なんだから。キャンセルなんて失礼なことできない。少なくともお前に金は出させない。俺も当然出さない。はあ？もう分かったよ。確認するから待ってて。話はそれからでいいでしょ？お母さん、変なこと聞いてごめんなんだけどさ、旅館ってお母さんの実家だよね？来週の還暦祝い、いくらくらいになるかわかる？急にどうしたの？予算のことなんて気にしなくていいのに。みんな楽しみにしてるんだから。そうなんだけど、予算だけ知りたいかなーって。高弘さんに確認しろって言われたのかい？まあ、そんなところかな。私が自分の貯金から出すし気にするなって言ったんだけどさ。うちの実家だし、今回はお父さんの還暦祝いだからね。無料になるようにしてもらってるよ。え、無料？そうだよ。後から必要な分はうちから振り込むことにしてるけど、料理と部屋はうちの実家で持つことにしてる。還暦祝いで家族みんなで集まれるなんて滅多にないし、人生に一度しかないかもしれないからね。いいでしょ、今回くらい。お母さん大丈夫なの？お母さんが払うとかじゃないよね。そういうことじゃないよ。娘のあんたが気を使って配慮してくれるのは嬉しいけど、今回ばかりは気にしなくていいよ。うちの弟が継いでる旅館だし、弟もあんたのお父さんにはお世話になってたからね。そうなんだ。おじさんに感謝だね。高弘さんも、これで文句言えないんじゃないかい？お母さんには何も隠し事できないね。うん。高弘も大丈夫だと思う。じゃあ、そう伝えておくね。来週末、現地集合だもんね。楽しみにしてるよ。お母さんに確認したよ。高額だったんじゃないだろうな。もし高かったらキャンセルだぞ。お前の両親になんて使う金はないんだからな。ただだって。は？なんだと？おじさんのご厚意で。よかったね。これで高弘も文句言えないでしょ。その高級旅館の一番いい部屋に、ただでだと？そんなことあり得るのか。うん。お母さんに感謝してね。
これでいい？私たちは一銭も出さなくていいんだから文句言いようないよね。そうか。わかったよ。よかった。当日は楽しもうね。お父さんにも変なこと言ったりしないでね。考えとくわ。考えとくわって。冷たいね、相変わらず。まあいいや、楽しもうね。高弘どこ行ったの？そろそろ出発しようよ。現地集合だし、そろそろ出る時間だよ。それ、キャンセルだって親に連絡しとけ。え？何言ってるの？旅館の予約は俺の両親に譲るから、合流させてあげることにした。は？譲るって何？俺は実家に両親を迎えに来てたんだよ。お前は車がないから来られないだろうけどな。夫の両親を優先なのは常識だ。嫁の親は後回しでいいよな。だから今回は俺の親戚で旅館を楽しませてもらう。どういうことよ。旅館の予約を譲るって何？お母さんたちも弟夫婦ももう向かってるんだけど。そんなの知るか。俺には関係ないから。こっちはもう着いたし、チェックインさせてもらうよ。お父さんの還暦祝いなんだよ。乗っ取るなんて無理でしょ。うちの両親と親族ももう着いてる。予約は俺たちがもらうから。お前の親の旅館の予約は俺の両親に譲れ。旦那の両親優先で、嫁の親なんて後回しなのは常識だろ。あんた最低だよ。黙って、お前らは帰れ。というか、お前は出発もできないか。車ないしな。これって計画してたんだ。ただだって知ったから自分の両親に譲らせようとしてるってこと？当然だろ。夫の両親が優先されるべきなんだし、来ても無駄だからな。お前は離婚したいのか？どうせお前にそんな度胸はないだろ。じゃあ諦めて俺の言うこと聞いておけ。信じられない。もう高弘のこと絶対に許さないから。勝手に言ってろ。俺たちは温泉旅館を楽しむわ。じゃあな、ダメ嫁とそのクズ家族。そっか、じゃあ楽しんでね。電話に出ろ。どういうことだ。何が？おかしいだろ。なんで会計がタダじゃないんだ。支払いで80万を請求されてるぞ。何かの手違いだろ。すぐに電話に出ろ。何を言ってるのかわからないけど、その人数で合流したんだったら妥当な金額じゃない？はぁ？そこが高級旅館なのは知ってたでしょ？そのくらいの請求があっても当然では？自分でホームページで料金確認してたよね。何言ってるんだ？お前が言ってたんだろ、ただだって。まさか、嘘だったのか？どんだけ頭悪いの？なんだと？その旅館は母の実家で相手が父だから無料の予定だっただけ。普通に考えたらわからない？なんで完全に他人のあんたら家族が予約を乗っ取って料金だけタダになると思ってるのよ。他人ってなんだよ。俺はお前の旦那で、両親はお前の義両親だぞ。だから何？ま、もうどうせ他人になったんだけどね。え？何の話だ。前に喧嘩の時に突きつけてきた離婚届、昨日提出しておきました。は？離婚届？一体何の話をしてるんだお前は。私とあんたはもう離婚して他人だってことだよ。もうあんたみたいな最低の男と生活するのは無理。ま、これでもう他人だし、その旅館とも完全に関係ないから、おとなしく支払えば？ふざけるな。冗談もいい加減にしろよ。冗談なんて何も言ってないんですけど、こっちは本気だよ。離婚したんだし、他人だし、他人じゃなかったとしても、その予約は普通の予約だから、タダになるわけないだろ。常識で考えてみれば。なんだと？常識常識っていっつも言ってたけどさ、あんたの常識は私の常識じゃないから。常識ないのはどっちだよ、このクズ。お前、旦那の俺にそんな言い方していいと思ってるのか？帰ったら許さないぞ。許さないって何？どうせ帰ってきても私はもういないよ。え？なんで？話聞いてる？離婚したんだからもう家にはいないし、今日出て行きます。ま、あんたが帰れるのか謎だけどね。どういうことだよ。80万。払えるなら帰れるでしょうけど、払えるんですか？両親もあんたの親族も、ただだと思って参加してきてんだよね。じゃああんたの責任だし、払えば？
お前の責任だよ。ただだって言ったじゃん。まだこの後に及んで私に責任求めてくる？こっちはもう還暦祝いでせっかく家族みんなで楽しい思い出作ろうとして集まってたのに、あんたのせいで台無しにされて、かなり冷めてるからね。文句ばっかり言って嫁の私をコントロールして、ただの自己中クズ旦那だろうが。そこまで言う必要ないだろ。こんな大金払えないし、お母さんの実家なんだよな。なんとか話しつけてくれないか。お母さんもお父さんももう切れてるから、あなた方が親子で逆切れしてきてももう何も思わない。払えないなら警察に通報するようにって旅館にも伝えてある。なんでだよ。俺たちが何したって言うんだ。何も考えずに私たちの予約を乗っ取ったでしょ。それで支払いもせずに逃げるなんてできないから、あんたの大好きな常識で考えてみたらすぐわかるんじゃない？わかった。謝ればいいのか？あら、あんたが謝るなんて珍しいじゃない。悪かったよ。これでいいだろう。夫婦喧嘩なんてやめよう。精神すり減らすだけだし。もう離婚してるから夫婦喧嘩でもなんでもないわ。こっちは今までずっとあんたのせいで無駄なストレスで精神ずっとすり減らしてたんだよ。二度と関わりたくないから離婚したの。やめてくれよ。そんなこと言わないで。離婚もしたくないし、お金も払いたくない。じゃあ警察で説明したら？旅館の人は誰も助けてくれないし、私たちも助けない。自己中クズ夫とその家族は痛い目にあって当然。高級旅館で豪遊できてよかったね。もう二度とできないだろうしね。じゃあ80万の支払い頑張って。その後、結局フロントで支払えないとごねて暴れた高弘さんは、警察を呼ばれてしまい連行されることになったのだとか。親族もドン引きして、高弘さんとはそのまま疎遠になったようです。高弘さんは借金をして支払うことになり、散々な思いをしたみたいですね。家に帰ってもひな子さんは家を出た後で、離婚届も提出済みで愕然としたんだそうですよ。高弘さんは親族からの信頼も失い、貯金もなくなってしまったようです。自分が自己中すぎたとやっと気づけたのではないでしょうか。ひな子さん一家は別日程で還暦祝いをしたそうです。離婚もできて平和になったひな子さん、新しい生活を楽しんでいるようですね。